久保さん今回稼ぐ力にしましょうか稼ぐ力ってまあ久保さんもいろんな人見てきたと思うんですけど本気かどうかっていう <laughs> 稼ぐ力多分本気かどうかですよねだから稼ぐ力は本気で稼ぐ気があるっていう本気の力でもあるっていうね うん、まあ、久保さんの見解もあると思うんですけど、まあ、コアな部分は、やっぱ稼ぐ気があるかないかっていうのが前提条件で、億万長者になれますかじゃなくて、俺は億万長者になりたいんです。久保さん、吉田さん、僕は億万長者になりたいんです。どうしてもなりたいんです。絶対ならないといけないんです。なぜならば、子供が病にかかっていてっていう。まあ、よく、ね、ある話だと思うんですけども、その、稼ぐ、 う力稼ぐっていうか例えばネットビジネスでねお金を稼ぐ力がなかったとしても本気で我が子を救,救いたいっていう気持ちがあった場合どういう現象が起こるかっていうとそれをいろんなところに訴えるわけですよ子供を助けてほしいみたいな。でそれがまあニュースになって話題になって、まあ、その難病だったらでしょでその医者が現れたりとか寄付金が集まったりとかして無事手術ができましたっていう話。 まあ全部でではないすすけども、ままあ、まああありますよね。じゃあその親たちに1億円を稼ぐ力はあったのかっていうと多分そのあったのはたった一つでその我が子難病の我が子を救いたいっていう強い気持ちだったんじゃないかなと思います。いってらっしゃい。